こんにちは、門前整体の水信です。よくね、おはようございます、よくね、皆さんね、当店に来られて整体1回やったらそのままずっと楽ですかっていう、結構ね、勘違いされてる方が多いので、今回のね、動画でね、話しておこうと思ってます。整体を1回受けるっていうのはどんなイメージかって言ったら、散髪を1回してずっと髪の毛伸びませんか先生って聞いてるような話になるんですよね。わかりますか？整体ってそんなもんなんです。1回すれば腰痛が劇的に回復して、その状態をキープすることができますかって皆さん言われるんですが、そんなことはありません。車買ったらずっとメンテナンスしなくていいですかって聞いてるようなもんです。ガソリンの、ね、エンジンオイルも交換しなきゃいけないし、パンク、タイヤがすれてきたらね、使った分だけ劣化するんです、人間の体も。わかりますか？ということはですよ、1回整体をしたからといってずっと何十年も体が楽になるということはありえません。ただ一つ言うのであれば、体にそこまでお金をかけたくない人たちで、ぎっくり腰になったから一回施術をしたらそれが劇的に回復した、こういうことはありえます。ただずっと使っていて肩こりとか、仕事をしているときに腰痛がね、常に出てくるんです。こういうのはね、やっぱり定期的なメンテナンスをしなきゃいけないんです。整体師だ、悶絶整体だってプロ、ゴッドハンドだけど、そんな劇的にすごい人間じゃありません。なので悶絶整体を1回受けたから劇的に回復しますか先生、座骨神経がずっと取れますかとかよく聞かれるんですけど、言われるんですけど、そんなことないからね定期的にメンテナンスしてよ。で、あとは自分のメンテナンスもしてください。私違う動画とか違うところ、ブログとかでも何回も言ってますが、まずは痩せること、次に運動すること、運動って何？散歩で構いません。散歩をすること、と体を温めること、私この3つぐらいしか言ってないんですよ。この3つやってください。まずはやっぱり体型痩せる、ちょっと私は少し最近ちょっと太ってますけれども、でもこの微増で毎日体重を測ってます。で、体脂肪率、肥満度指数、BMI っていう指数があるんですけれども、それが24前後ぐらいをキープしてたら、健康です。19から24の間だったら健康です。これがね、肥満、体を健康に保つ秘訣。あとは歩くこと、私の仕事もずっとこうやってね、エンドレスにマッサージしてますから、これ以上運動必要ないんですけれども、皆さんがもし運動されたいというのであれば、30分から1時間ぐらいの運動、それもただ歩くんじゃなくて、たまに軽く走ってあげたりとかする方がいいっていうデータが最新のデータで出てきてますから、途中で階段を入れてあげたりとか、そういうふうなことをやってみてください。これをされるとね、ものすごく健康になります。あとは体をぬくめること、これどれぐらいぬくめればいいのかというと、38度から39度ぐらいの温度で湯船にお湯を張って、首のところまで5分間使ってください。でプラスアルファ、腰のところまで10分間使ってあげてください。そうすることによってね、毎日湯船に使ってあげるだけで体は楽になっていてくれます。私もそれを毎日、仕事の時は毎日毎朝朝風呂ですね、私の場合。夜は酔っ払って酒飲んで寝ちゃいますから、朝風呂でも1日必ず1回は湯船に浸かるように心がけています。なので、ね、これをやってください。でそれをやり続けて、なおかつ私たちのような整体院だったりとかマッサージに定期的に、先生、どの先生でも構いません、うちの店に来なくても構いません、とりあえず体のメンテナンスをすることですよ。自分の体じゃできないこともあります。私も100均で、最近すごいですよね、100均でこうストレッチポールっていうのを買ってきて、自分でね、こうやってゴロゴロやってます。これでやりながらも、マサト先生お願いしますと言ってお金を払ってやってもらってます。当たり前ですよマサト先生ただでやってバカじゃないのって言われちゃいますから、その話を置いといて、とりあえず整体1回やったら取れるわけがない。話はここに戻りますね。だから整体を1回やったからって言ってもずっと楽になるわけじゃない。髪の毛の色染めたらずっと私金髪のまんまですか？そんなわけないですよね。1回白髪染め染めたらずっと私の髪は黒いままですか？そんなことありません。ということはやっぱりね、定期的なメンテナンスっていうのが必要になってくるんです。そこにお金をあなたがどこまで払えるか、
それは価値観です。だから価値観ね、その価値観っていうのはやっぱ人によって違うので、どれぐらいの価値観っていうのか分かりません。ただ私が見てる限りは30代以降40代以降ぐらいになってくれば、1ヶ月に1回から3ヶ月に1回までの割合ぐらいで体をメンテナンスされてる方がどうやら健康になっていくみたいですよっていうのは分かってます。50代60代ぐらいになってきたら1ヶ月に1回は最低限1ヶ月から2ヶ月までの間に1回はされた方がいい。で55を超えたらもうね、1ヶ月というかね、2週間に1回ぐらいの割合で体のメンテナンスされないと、体ってねバリバリ働いてる人なんかだったら健康な状態保てない気がします。うちの店に来いとは言いません。近くのお店で接骨院さん、整体院さん、いろいろあります。1回 10分しかやってくれない店だったら毎日のように通わなきゃいけないと思いますけれども、それぐらいね、体のメンテナンスってね、健康な状態で体の状態をキープしようと思えばそれが必要になってきます。なのでこれを参考にね、動画で見ていただいて、あ、俺はこれぐらいのお金が払えるからこれぐらいかなとか、あ、私の価値観はこれぐらいだからこれをしようとか、いろいろ思われると思います。だからその感覚でご自身に、自分の体にどこまでお金が使えるか、それをね、検討してみてください。今回ね、これをね、何回もね、話をするのはね、大変だったので動画にしてみましたが、見ない人もたくさんいると思いますから、まあ、参考にしたい人だけ参考にしてください。以上、悶絶整体三つ信でした。